この写真、何をしているところかご存知だろうか。今回の写真はこの2枚。切り取られた一瞬に隠された恐怖の事実とは。はい、どうも、アルゴメトリのケンちゃんとヤニコです。というわけで今回は意味がわかると怖い写真シリーズ第2弾です。また来た。なんかこの前のあのアフリカの少女みたいな女の子思い出したけど、今でも寒気すんのよ。人間動物園ね。うん、ひどい話ですよ、うん、前回はベルリンの壁崩壊時の兵士と子供の写真、そして人間動物園の2つを紹介しました。まあ、今回もいくつかの、意味がわかると怖い写真をご紹介していきたいと思います。はい。一見すると何の変哲もない写真、その裏に隠された驚きの真実とは。1枚目はこちら。まず見えるのはガスマスクをつけた看護師のような女性たち。ここはどこなのでしょうか。そしてよく見てみると手に持っているのは実は赤ちゃんなんです。この写真が撮られたのは1940年、第二次世界大戦真っ只中のイギリス。場所は小児科病院です。もうお分かりいただけたでしょうか。そう、この写真は看護師たちが敵国の毒ガス兵器から赤ちゃんを守ろうとしている瞬間なんです。彼女たちは今にもサイレンが鳴り響いて毒ガスで満ちた爆弾が空から降ってくるかもしれないという恐怖に怯えているんです。いや、子供用のガスマスクなんて見たことないですよ、ね、いや本当にそうよ。だから誰が毒ガスなんて撒いてんの。毒ガスを撒き散らす正体、それはドイツでした。1939年9月1日、ドイツがポーランドへ侵攻したことをきっかけに、当時ポーランドの同盟国であったイギリスとフランスはドイツとの開戦宣言を行うことになりました。これが後の第二次世界大戦の発端となったんです。各国の化学兵器の中でもドイツ軍の毒ガスは非常に恐れられていました。そのためイギリスでは一般家庭用に3800万個ものガスマスクが配布され、大人から赤ちゃんに至るまで全ての人が着用しており、街中はガスマスクをつけた人だらけという異様な光景が広がっていたんです。いつ毒ガスが降ってくるかわからない状況だったらこうなっちゃいますよね。まあそうね、はい、そもそもドイツ軍がなぜ毒ガスをはじめとした化学兵器にこれほどまでに長けていたのでしょうか。ドイツ軍と毒ガスの歴史は第一次世界大戦まで遡ります。1915年4月22日、第一次世界大戦のイープル戦線でドイツ軍が使用した塩素ガスが近代以降最初の毒ガスの使用でした。第一次世界大戦中、ドイツ軍司令部は陸軍省科学局を新設し、その局長に任命されたのがフリッツ・ハーバー博士という男でした。このハーバー博士は高校科学でも取り扱われるハーバーボッシュ法というアンモニア合成法を発見したのですが、この方法で窒素を含む化学肥料が容易に生成できるようになり、農作物の収穫量が飛躍的に増加しました。そのため彼は科学史上屈指の大発見をした科学者として、当時からかなりの名声を持っていたのです。しかし愛国心の強い男だったハーバーは、第一次世界大戦が始まると毒ガス開発に関わり始め、前線監督官として各種毒ガス兵器の指導的立場に立ったのです。その腕は今に至るまでも化学兵器の父と呼ばれるほど天才的なものでした。そんな凄腕の科学者が作る毒ガス兵器、考えるだけでも恐ろしいですよね。医療ジャーナリストの宮田新平氏はハーバー博士について皮肉とも取れる発言をしているんです。彼は人類の科学史上屈指の業績となるアンモニア合成法の成功で名声を得たドイツ科学界の最大のスターだった。だからこそ戦争をこれによって早く終結させることができれば無数の人命を救うことになるの一言で、たとえ渋々ながらでもノーベル賞学者たちが知恵を貸し、科学工業会社の協力を得ることができたのである。その結果、彼の盲目的な愛国心は無数の人命を救うのとは反対に、やたら無益に戦争を引き延ばすことに一役買ってしまったのだと述べています。飛び抜けた才能も使い方を一歩間違えるととんでもない悲劇の元凶になってしまうんですよね。いやそうよね。なんか私も使い方間違えないようにしなきゃと思ったわ、このビーバー。あ、うるせえ、マクダイ。ハゲワシと少女。この写真を見たことがある人は結構多いんじゃないでしょうか。この写真を撮影した写真家の名前はケビン・カーター。南アフリカにおける反アパルトヘイト闘争の取材で国際的に非常に知られている写真家です。カーターは危険な紛争地帯での取材が多く、常に3人の写真家とチームを組んでいました。過激な取材を繰り返す4人は南アフリカではバンバンクラブと呼ばれ、名の通ったチームだったんです。
1993年2月、カーターは休暇を取ってバンバンクラブのメンバーであるジョアン・シルバと一緒にスーダンへ向かいました。食料配給所のあるスーダン南部コンゴール州のアヤド村に到着すると、早速撮影を始め、配給を求めてやってくる飢餓寸前の人々の悲惨な姿をカメラに収め始めました。すると配給所近くで小さな女の子がうずくまっているのが見えたんです。その時この写真の鳥が少女の近くに舞い降りてきました。この鳥の種類はハゲワシ。そう、もうお分かりでしょうか。このハゲワシ、実は少女が生きているその時を今か今かと待ちわびているんです。この時カーターは位置を決め、少女とじっと時を待つハゲワシの様子をファインダーの中に捉えました。そして2、3枚撮影し終えた後、ハゲワシを追い払いました。いや、自然界ってほんと弱肉強食でほんと残酷な世界だなって改めて考えさせられますよね。いや、でも人間界だってそうよ。あんたも油断してたら害虫駆除。この写真は1993年3月26日付のニューヨークタイムズ紙に掲載されると瞬く間に話題を呼び、翌年の1994年にはアメリカで最も権威あるピューリッツァー賞を受賞しました。しかしその3ヶ月後、カーターは自殺してしまいます。実はこの写真がニューヨークタイムズ紙に掲載された時に絶賛とともに、なぜ少女を助けなかったのかという批判が寄せられていたのです。そして自分の写真が真実を伝えるという目的を超えて大論争を生み出してしまったことに、カーターは苦悩してしまったのです。また同時期にバンバンクラブの仲間であるオーステルブルークが取材中に殉職、マリノビッチが重傷を負ったことで激しく落ち込み、持病のうつ病が悪化、そしてピューリッツァー賞受賞決定から3ヶ月後の1994年7月27日未明、カーターはヨハネスブルク郊外サントンにある自宅近くの緑地公園に車を止め、車内に排ガスを引き込み最後を遂げたのです。遺書にはうつと金に悩んでいたこと、取材で見聞きした悲惨な光景に苦しんでいたことなどが書かれていました。この写真が撮影されたスーダンでは10年以上も内戦が続いていたのです。さらに日照りのための食料も足りず、多くの人が飢えに苦しんでいました。しかしこの現実はスーダン政府に報道規制されており、その状況を世界は知らなかったのです。カーター氏は世界にその状態を伝えようとこの国に潜入していたのです。議論にはなかったんですけど、カーターがいなかったらあのスーダンの飢餓は世界には伝わらなかったんです。メディアは一部を切り取るとよく言われますが、メディアを見る人々もまた一部だけを切り取っているということもあるんですよね。いや、なんか私も見た目だけで判断される。なるほど。